様。でも。主人様、はい、ご主人様、やっ。朝からお熱いことですな、ご両人。おはようさん。さあ、いつからやろうな。よく言うやろ、壁に耳あり、常時に目ありって。まあ、恋は盲目言うけどな、もう少し考えて行動しような。お、日向はええ子やな。ちゃんとごちそうさま言えるやないか。うん、僕いい子だよ。ご主人様、褒めて褒めて。うん。
様。それでは私は部屋に戻りますね。あ、ちょっとサチ。やったら医務室のベッドを借りたらどうや。医務室ですか。そや、サチは次の時間授業に出なあかんねんやろ。そうですけど。それやったら教室に近い医務室の方が都合ええやろ。なんてせんでもええや。それではお言葉に甘えて。素直でよろしい。サチも大変やな。こんな気の利かない男に惚れるなんてな。せやかて気が利かへんやないか。昼休みサチに付き合ってやらんかい。二人とも授業に遅れるなよ。遅れたら俺はお前らを思いっきり勘ぐるからな。ま、ゆっくり休ませてやりな。ございます。あの、ご主人様、お願いがあるんですが。
眠ってしまうのが怖くて、一人でいるとすごく不安になるんです。はい、昨日もご主人様が帰ってしまった後、なんだかこのまま消えてしまいそうな気がして。おかしいですよね。でも不安なんです、一人でいるのが。だからご主人様、イケてるん違うか。まあ俺に比べればまだまだやけどな。果たしてこの天才にどこまで詰め寄れるやろな。覚えておこうかその言葉。でもまあ、一人やったらこの辺が限界やろな。そやな、サチのアシスタントはかなりうまいもんな。上手だからそう思えるだけですよ。私はただご主人様に頑張ってもらおうと一生懸命しているだけですから。まあ試験まであと少しやからな、それまでの我慢やで。明日でちょうどあと1週間やな。くれぐれも体を壊したらあかんで。お、分かってるやないか。試験せんとさすがに卒業させてもらえへんからな。
なんてったって天才。大丈夫だよ、ご主人様すっごく頑張ってます。あ、頑張ってね、ご主人様。天才。せやな、明日もあることやしな。お疲れ様でした、ご主人様。また明日ね。あ、はい、わかりました。しても寒いな。試験ももうすぐやしな。なーに、それなりに気合い入れてやるかな。それよりもや、今年はちょっと違う感じやろ。思い出が描かれるんやね。だってほんまやん、素敵なプレゼントして二人でラブラブな時間を過ごすんやろ。もしかしてお前、見事にプレゼント忘れてたんやな。なんていうか、笑いを通り越して同情に値するで。
まあ誕生日の前に気づいてよかったやんか。そんなに落ち込まんと。まだ時間はあるんやし、その間に買えばええやんか。それでこそお前やで。まあ正直お前が選べば何でも喜んでくれそうやけどな。時間はあるで、ゆっくり選びや。なあ、お前さ、お前、サチのことを好きになって、いや、いいわ。まあよく考えて、幸を喜ばしてやりな。ほら、帰るわ。
主人様。ごめんなさい、ご主人様。ですか？はい、大丈夫ですよ。